ステファン・ライスの取材に応じる君さ君さは、タイミャンマー国境の少数民族シャン族解放組織、モンタイ軍の指導者であり、黄金の三角地帯を作り上げた麻薬王である。中国の国境内戦で敗北を重ねた国民党軍は、すべてが1949年までに、小解析総統とともに台湾に逃れたわけではなく、関東省から、 イギリスの植民地の香港に逃れた部隊や、雲南省から台北部、ミャンマー北部のカチン州、シャン州に逃れた部隊が存在した。この内台北部に逃れた部隊の一つ、国民党軍第27集団軍令下の第93軍は、共産主義化した中国からの国土奪還のための資金集めとして民族、国境紛争の絶えなかった台北部に定住。 少数民族解放運動を建て前に武装を続け、アヘン栽培で資金集めをしていた。その第93軍兵士とシャン族女性の間に、生まれたのがクンサである。幼くして、両親を失ったクンサは成長後に、シャン州の国民党軍に入隊した。18歳の時に反乱事件を起こすが失敗し、三夜を放浪する生活を数年送る。1953年に、 シャン州の国民党軍が少数の残党を残して台湾に撤収した。その後、ビルマ政府はシャン州の各民族に自衛組織を作らせてシャン州を間接統治したが、この時君差も政府公認の軍閥を作りアヘン利権をめぐる闘争に参加した。君差の軍閥はビルマ政府と手を組んで中国政府の支援を受けたビルマ共産党と争いつつ、 勢力を拡大したが、その膨張が危険視されていた。1967年には、軍差率いる麻薬の輸送団が、キューラオス王国に侵入した際に、キューラオス王国軍と戦闘が発生。このことによって1969年に軍差は逮捕される。しかし、残された軍差の軍閥は1971年に、ソ連人医師を人質に取り、 政府に対して君差の釈放を要求する事件を起こす。君差は、大政府の仲介で1973年に釈放され、タイ北部に拠点を移した。1985年、君差は、大国境に近いビルマ領内の保門に拠点を移した。アメリカ合衆国の支援のもと族モン族の独立運動を大義名分とする兵力2万5000人を、 要する、モンタイ軍を結成した。モンタイ軍とビルマ軍は長く対立していたが、実際の戦闘はほとんど生じず、モンタイ軍は、むしろ同じく反政府勢力であるビルマ共産党と激しく軍事衝突した。君サは1980年代後半に、麻薬ビジネスを大々的に展開し、黄金の三角地帯と呼ばれる、世界最大の麻薬密造地帯を形成した。 しかし、1990年代に入ると、アジアにおけるアヘン生産の最大拠点は、アフガニスタンへと移ってしまう。1990年の軍事クーデターと、その後の民主化運動弾圧に対する国際的な批判を交わすために、ミャンマー政府は、麻薬の取り締まりに注力するようになった。また、アメリカも、麻薬ビジネスの取り締まりに力を入れるようになり、クンサニは、 アメリカ政府から200万ドルの検証金がかけられ、国際手配される。君サは、台北部から国境を未確定地帯のミャンマーを口に逃げ込み、1993年に、シャン族独立を掲げて、シャン国共和国の独立を宣言し、自らを大統領に任じた。君サは、麻薬王から少数部族のリーダーに変わろうとしたが、肝心のシャン族の離反が相次ぎ、 1995年には、モンタイ軍内部で反乱が発生した。1996年1月、クンサは、モンタイ軍の解散を宣言し、ミャンマー政府との間で突然停戦合意をして、投降した。投降後は、ミャンマー政府の庇護に置かれ、首都ヤンゴンで生活。麻薬で得た資金を合法ビジネスに転用して、ミャンマー隊にまたがる財閥を作り上げた。アメリカ政府は、 君差の身柄の引き渡しをミャンマー政府に要求したものの、同政府はこれに応じなかった。なお、君差の天候と第93軍指揮官である段気分が指揮をしたこともあり、第93軍の元兵士及び家族は、君差のミャンマー政府投降以前の1987年に武装放棄、大国籍を取得している。2007年10月26日にミャンマーのヤンゴンにて死去。 ありがとうございます。